Venezuela, Hokkaido Nippon Hen Fighters, Renato Nunez。昨シーズンの日本ハムは様々な事情が重なり、チームのファーストとして君臨していた中田翔が移籍したことで、ビッグボスこと新庄監督はその穴埋めが急務となっていた。そして早くも11月のうちにはファースト候補となる外国人選手を獲得した。レナート・ヌニエス。年俸160万ドルで契約した27歳の彼は、これまでに MLB 球団を4つ渡り歩きながら、307試合に出場して打率2割4分5厘、56本塁打、154打点を挙げている。中でも特筆すべきなのは、オリオールズに所属していた2019年からの203試合で、打率2割4分7厘ながらも、チーム最多の43本塁打、121打点を記録していることであり、チームの再建の鍵となる一人と言われたほどだった。若くして存在感を示してきた選手がどのような経緯で NPB にやってきたのか。16歳だった2010年に国際フリーエージェントとしてオークランドアスレチックスと契約すると、2011年にルーキークラスでプロデビュー。2014年にはマイナーリーグのオールスターゲームであるオールスターフューチャーズゲームに出場し、世界選抜としてヒットも放った。フューチャーズゲームには未来のメジャーリーガーが揃うことで注目を集めているが、この年に出場した有名な野球選手では、ホセ・ベリオス、フリオ・ウリアス、ハビア・バイズ、フランシスコ・リンドア、ノア・シンダーガード、クリス・ブライアント、ジョイ・ギャロ、コーリー・シーガー、ジョシュ・ベル、ハンター・レンフロー、現在 NPB に所属している外国人選手では、エドウィン・エスコバー、タイロン・ゲレーロ、スティーブ・モヤ、ドミンゴ・サンタナが出ていた。そんなメンバーの中にいたヌニエスは20歳での活躍が評価されたことで、シーズン終了後にはルール5ドラフトでの流出を防ぐ目的でアスレチックスの40人枠に登録された。ヌニエスの勢いは止まらず、2015年シーズンは AA クラスでプレーし、オールスターフューチャーズゲームにも2年連続で選出されると、2016年シーズンが開幕する前に AAA クラスへの昇格を果たす。AAA クラスで128試合に出場して打率2割2分8厘、23本塁打、75打点、2盗塁の好成績を記録すると、9月12日についに MLB へ初めて昇格し、同日のロイヤルズ戦で MLB デビューを果たした。しかしこの年は MLB で9試合に出場して打率1割3分3厘、1打点と沈み、2017年は再び AAA クラスに配属された。それでも2017年は AAA クラスオールスターゲームに選出され、スリーランホームランを放つ活躍でパシフィックコーストリーグ側の選手として MVP を獲得し、再起を図ったが、2018年の春季トレーニング中に左ハムストリングを負傷したことで故障者リスト入りし、4月15日にウェーバー控除を言い渡され、自由契約となった。結局アスレチックスでは30打数5安打にとどまり、怪我した選手の埋め合わせとして指名を受けたレンジャーズでも1ヶ月ほどで再びウェーバーにかけられ、今度はオリオールズに引き取られた。東地区で最下位に沈んでいた球団だが、ヌニエスはここでようやくレギュラーの座をつかむことになった。オリオールズのサードとして誰よりも多く出場し、60試合で打率2割7分5厘、7本塁打、20打点と存在感を示した。球団がなかなか勝てない状況の中でも数少ない希望の存在になった。ヌニエスはこの希望に応える形で2019年は主に DH を務め、151試合で打率2割4分4厘、31本塁打、90打点と自己最高の成績を叩き出した。ホームラン、打点ともにチーム2位で、いずれもトレイ・マンチーニに次ぐ成績だったが、マンチーニがガンの治療を受け全試合を欠場した2020年はヌニエスが12本塁打でチームトップとなり、31打点もトップと1点差のチーム2位だった。60試合の短縮シーズンという異例の形でも52試合に出場し、チームも4年ぶりに地区最下位から抜け出したことで、今後もチームの重要なファーストになるかと思われた。ところがここで思わぬ悲劇が訪れた。シーズンが終了した後の11月20日、まさかのウェーバー工事からの DFA を受けたのである。この背景にはファームで育成中の優秀なプロスペクトをルール5ドラフトから保護するために
40人枠は開けたかったオリオールズの目論みが見える。実際この日は過去に MLB 経験のない選手が6人も25人枠に登録されていた。またヌニェスは調停対象者でもあり、過去2年間の安定した打撃成績からオリオールズは彼が調停1年目に200万から400万ドルの大幅な年俸アップを勝ち取ることを恐れていた。さらに好調なバッティングが魅力的でも、出場した試合の半分近くが DH だったことがネックとなり、ウェーバー工事をされても他球団にトレードされないまま7日間が経過し、ヌニスは自由契約という形でオフシーズンへと突入することとなった。2021年に入ってもなかなかオファーが見つからない中、タイガースとマイナー契約を結び、春季トレーニングに招待選手として参加することになったが、開幕ロースター入りは叶わなかった。その後も昇格と降格を繰り返し、途中でブルワーズの参加へ移籍もしたものの、不完全燃焼なシーズンに終わった。それでも彼はこれから28歳になる選手であり、オリオールズ GM のマイク・エリアスは放出の際、彼は我々のラインナップに様々なものをもたらしてくれて、過去数年間はチームの重要なメンバーであったため非常に難しい決断だったと述べ、タイガースのヒンチ監督も我々は彼のパワーが好きなんだ、常に彼を打線に組み込む方法を探しており、まだまだ若い彼のパワーは打線に厚みを持たせてくれるとヌニエスのパンチ力あふれる打棒を評価していた。単純比較はしにくいものの、AAA クラスのホームラン王として広島に入団したライアン・マクブルームの年俸が70万ドルなのに対して、日本ハムでプレーするヌニエスの年俸は160万ドルであることを見ると、やはり MLB で残した実績が評価を左右していると考えられる。そういう意味でもこの2人には注目していきたい。なおヌニエスが本格的にプレーするとなれば、ファーストあるいは DH が主なポジションになるが、その場合は清宮と高浜が競争相手になるので、こちらにも注目していくべきだろう。